札幌市立マコマナイ明けぼの小学校は北海道札幌市南区に存在した公立小学校。札幌市立マコマナイ南小学校に続いて1968年に開校された。少子高齢化の影響を受けて2007年から統合が検討され、2012年に札幌市立マコマナイ公園小学校に統合される形で並行した。 マコマナイ地域は1957年に連合国軍最高司令官総司令部から北海道へ返還されて以降急速な開発が進められた。それに伴って地域の児童数が増え、1961年の札幌市立マコマナイ小学校、1966年の札幌市立マコマナイ南小学校に続き第三の小学校として マコマナイアケボノ小学校が開校された。開校当初の児童数は800人強であった。マコマナイアケボノ小学校の児童数は増加し、数年でマコマナイ小学校とマコマナイ南小学校の児童数を追い抜き、1973年度2200人を突破した。1973年度は第4の小学校である。 札幌市立真駒内緑小学校が開校された年度であったが、それ以降も児童数は安定した。1977年度にピークの1300人超に達した後、1983年度まで1200人以上を維持した。1983年度は隣接地区に札幌市立住川南小学校が開校された年度であった。しかしその後、 マコマナイ・アケボ小学校の児童数は減少の一途をたどる。相対的には、マコマナイ・小学校や、マコマナイ・小学校に一時上回られながらも、おおむね4校の中で、第1位の児童数を維持していたが、絶対的な児童数は1994年度に800人、1998年度に600人を割った。2000年度以降は、マコマナイ・と、 マコマナイ緑を再び下回り、2003年度に400人を割り、2008年度時点で300人強まで減少した。この少子高齢化による児童数減少に伴って適切な教育効果が得られないと判断した。札幌市はマコマナイをはじめとする3地域での小学校の統合を2007年に検討。2008年からは小規模校検討委員会が発足して、 開校時期や通学区域などの検討を行った。2011年、マコマナイ・アケボの小学校は、マコマナ小学校と統合して、札幌市立マコマナ公園小学校が開校されることに決定し、同年に2校の児童で交流会が開かれた。閉校式は2012年3月9日に、挙校された。同年4月、マコマナ公園小学校が開校。 校舎には、まこまな焼け棒の小学校のものが転用された。ありがとうございます。